スノーマン。はい、皆さんこんばんは、ホルキンです。インコです。今日はイークダーク、SX25、 はい、 SX25L3 の3つのバージョンの比較テストやります。はい、クーワイトバージョン、ニュートラルワイトバージョン、こちらはクリー XM-L2、の LED です。とこのなんですか、 MTG2。 そうです、 MTG2POLED バージョンです。 P0LED です。あ、それは0ですか。はい、おーと思いました。はい、では行きましょう。では行きましょう。直接にマックスの状態でショートしてください。はい。クーワイトです。はい。マックスです。はい。1500ルーメンズぐらいです。はい。弾け玉では40メートルです。はい。はい。明るいです。では次はニュートラルホワイトで。はい。ちょっと待ってくださいね。濃い濃いターボです。ターボ変わりました。ヘッド部を最も締めた状態がターボモードですね。はい、一番左に回してからターボになります。これはクリー XML2T6 ニュートラルホワイトの LED を搭載しています。はい、はい、では次いきます。おお、明るいです。クリーの MT MTG2P0、 とても照射範囲が広いです。そうです。2500ルーメンズぐらいですか。はい、2470。ではこう3つ並べてみましょうか。はい、一番右お願いします。一番右でいいですか。あ、一番左で。あ、左で。はい、そしてクーワイトは真ん中、ニュートラルワイトは一番右。クリー XM-L2 の方が集中してますね。集中してますね。はい、はい、全部明るいですけど。ではちょっともうちょっと遠いところ行きましょうか。はい、では鉄塔行きましょう。はい、わ、すごいですね。クーワイトです。はい、そうですね、ちゃんと見えます。すごいですね、全体的に。で次はニュートラルホワイト。はい、ニュートラルホワイトです。うん、ニュートラルホワイトも悪くはないです。いいと思います。ちゃんと見えます。目にもらしいです。お、これすごいです。MTG2P0 です。はい、明るいですね。ではもっと遠い水門行きましょうか。水門見てください。すごいでしょう、長いでしょう。堤防です。かっこいいでしょう。あ、私、あ、ではニュートラルホワイト。はい、ニュートラルホワイトです。うん、暖かく見えます、雪でも。で MT、 うん、広いですね、範囲が広いです。じゃあ次は水門行きましょう。はい、クーワイトです。うん、見えます。見えない。見えます。はい。XML2 クールホワイトです。じゃあ次はニュートラルホワイト行きましょう。はい、見えない。見えます。ニュートラルホワイトです。水門までは140ルーメンズ。あ、140メートルです。では次は MTG 行きます。はい、ちょっと見ます。はい、音楽がありました。
広いですね、照射範囲が。はい、とても広いです。ではちょっと近場を照らしてみましょうか。はい、はい、一番左でお願いします。はい、はい、OK です。はい、こんな感じです。どっちが好きですか？はい、はい、お客さん買ってください。そんなにいいライトですよ。じゃあ OK です。はい、消灯します。